どうも、皆さん、こんにちは。着物です。えー、本日はですね、ブリティッシュエアウェイズの、えー、50%ボーナスマイルキャンペーンが来ましたので、本日はね、こちらを、えー、解説ね、やっていきたいと思います。えー、まずね、このブリティッシュエアウェイズなんですけども、 先日、えー、紹介させていただいたユナイテッド航空の、えー、マイレージプラスの、えー、動画ありましたね。まあ、あちらは、えー、100%ボーナスバイマイルキャンペーンだったんですけども、えー、ユナイテッド航空の場合はね、スタイアライスグループで、まあ、ANA と同じグループに加盟しているということで、ユナイテッド航空のマイレージプラスで,のーラスで ANA の特典航空券がね、まあ、発見できるっていう、えー、話を、ね、させていただきましたけども、えー、今回のこのブリティッシュアウェイズはですね、えー、ワンワールドっていう グループに所属ししてておりましてこちらね JAL と同じグループっていう風になりましたので今回はですねブリティシアウェイズのマイレージサービスを使って JAL の特典航空券がねこのブリティシアウェイズっていうのはね発見することができるんですよね。 ですので、まあ今回はですね、このキャンペーンと一緒にお得路線なんかもね、紹介していきたいと思いますんで、最後までね、ご視聴いただければなと思います。まずね、キャンペーンの概要なんですけども、5月の5日12時から5月の18日まで限定のキャンペーンというふうになっておりますんで、あとね、10日間ぐらいでね、終わってしまうキャンペーンというふうになっておりますんで、 えー、その点はね、押さえておいてください。で、期間中に、えー、購入すると、えー、50%ボーナスマイルが、えー、もらえるというふうになっておりまして、このブリティッシュアウェイズのね、えー、ボーナスバイマイルキャンペーンは、えー、最低購入マイル数っていうんですか、この50%受けるのに、まあ最低でね、こんだけのマイルを買わなきゃいけませんよみたいなのがありませんので、ブリティッシュアウェイズのマイルはアビオスっていうマイルサービスなんですけども、 このアビオスを購入すればもう50%の、ね、ボーナスがついて、まあ、1500マイルっていう風になります。 で今回のこのボーナスマイルの倍イマイルの上限は、えー、20万アビオスっていう風になります。で、えー、こちらね、20万アビオスを購入すると、えー、50%つきますんで、まあ合計30万アビオスっていう風になりまして、えー、金額は、えー、5523ドルっていう風になりますんで、60万7530円ということなんで、まあだい六い61万円ぐらいのね、えー、金額になります。まあこちらね、マックス購入した場合っていう風になっております。 で、マイル単価なんですけども、ほとんどがね、まあ2円ぐらいっていう風になってますんで、まあこちらね、あの、1マイルの単価っていうのは、一般的にはね、2円ぐらいっていう風に言われてますんで、まあギリギリ OK っていう感じですかねえ。次にですね、ブリティッシュアウェイズのマイレージサービス、アビオスについての基本情報ですね。まずこのマイレージサービスは、あの、アビオスっていう名前なんですよね。 で、あの、私もね、リクマイラーになった最初の方ね、このアビオスっていう単語を聞いても全然よくわからなかったんですけども、まあ、ブリティシアウェイズのマイルサービスがアビオスっていう風になってるんですよね。やっぱアビオスって読んで合ってると思うんですけども、間違ってたらすいませんね。アビオスの有効期限なんですけども、実質無期限っていう風になっておりまして、あの、一応36ヶ月っていう制限はあるんですけども、えー、利用もしくはね、加算があれば、まあ、延長っていう風になりますんで、 まあもしねあの有効期限が切れそうっていう感じになったら、まあ、ポイント等々をねこちら、えー、ブリティシア別のね マイルに交換する等々で、ね、発生するる等ででね発生ことができますんでまあポイント自体はですね s p g アメックスのマリオットボンボイポイントとかねブリッジシェア別交換することができますんであの有効期限を迎えてしまいそうみたいな感じであれば s p g アメックスの、ね、ポイントサービスであるマリオットボンボイポイントもねこのブリッジシャアベにね交換することができますんであの別にねたくさんのマイル交換してね足す必要はありませんのであの 少ない、ね、マイルでもまあ加算があればね実質36か月また延長になりますのでまあ、そういう感じでね実質無期限というふうになります。 で、えー、発見先なんですけども、こちらね、ANAJAL、えー、とは違って、えー、誰でもね、発見することができますんで、まあ、友人の方でプレゼントみたいなね、そういう感じの利用の仕方もできます。で、こちらね、マイル合算が可能というふうになってますんで、クレジットカードなしでもね、親族の方であれば、ご、え、住、ー、所が一緒であれば、えー、マイルをね、合算することが できます次ねキャンセル変更なんですけども1件につき5740円という風になってますんでもしね発見する際はよく確認していただいて発見するようにしてくださいでこちらね <laughs> ユナイテッド航空のマイレージプラス同様片道のね発見ができるっていう風になっております次にですねブリティッシュアウェイズのおすすめ路線ですねこちらね昨年まで昨年 一応昨年2019年の初めの方ちょうど1年前ちょっと前ぐらいまでですねあのこの必要マイル数っていうのはすごい少なかったんですねブリティッシュエアウェイズってユナイテッド航空のマイレージプラスが今現時点でねあの羽田札幌とか羽田福岡とかね ANA マイルで行くと7500マイル区間もユナイテッド航空の場合はまあ5000マイルっていう風な、ね、説明を先日させていただきましたけども えー、昨年まではこのブリティッシュアウェイズの場合はですね、まあ、同じような路線が4500マイルだったんですよねだからもう ANA マイルから換算すると本当に3000マイルぐらいね、えー、少ないマイルで移動することができたんですけども、えー、残念ながらですねこちらの制度もちょっとね変更になりまして、えー、今はですねユナイテッド航空よりかはちょっとねあのー、お得度は薄いかなっていう感じになってしまって で東京・札幌・北海道エリアですねこちらと東京、福岡、大阪、函館、大阪、九州、奄美大島みたいな感じでここら辺の路線がですね全て6000マビオスで発見することができます。ここら辺はです、ね、基本的に JAL マイルで取るとですね7500マイル区間というふうになりますんであのでブリティッシュアウェイズのね 一番の利用でお勧すすめしたい路線なんですね。やはり国内の 得点航空券ですねジャルマイより、えー、1500マイルではあるんですけども、えー、少ないマイルで、ね、行くことができますのでブリティッシュアウェイズと、ね、ユナイテッド航空のマイレージプラスを比べるとですねちょっとユナイテッド航空のマイレージプラスの方があの国内の移動に関してはですねそっちの方が必要マイル数が少ないですのでステータス等々もねあのこちらは今日紹介しているブリティッシュアウェイズはね JAL ということでした。 アライアンスではなくワンワールドという風になっておりますので、まあ、ステータスを、ね、保有されている方でまで利用するという形になりますかねで次にですねね国際線ですねでこのブリティッシュアウェイズの国際線というのはあの基本的にはですね短距離はすごいねあの必要マイルスが下がって利用しやすい路線も結構あるんですけども長距離はですねユナイテッド航空のマイレージプラス同様ね必要マイルスが増えます ですので、あのー、もし国際線を利用するのであれば、短距離っていうふうな、ねえー、利用がまあメインになってくるかなっていう感じですね。何個か、ね、紹介したいと思うんですけども、えー、東京・上海路線ですね、こちら、ブリッジ車ズだと、えー、エコノミークラス9000マイル、こちら、JAL マイルで組むと、えー、1万9000マイルぐらいになります。 次に東京、上海ビジネスクラスだとブリティッシュアウェイズの方は16,500アビオスで行けるところが JAL マイルの場合は2万4,000アビオスっていう風になっておりますですので結構な、ね、マイルの開き方が、ね、ありますのでどこの空港でも短距離の、ね、エコノミークラスビジネスクラスを利用するのであればちょっと、ね、このブリティッシュアウェイズのアビオスっていうのも、ね、選択肢に入れといていただけたらなと思います 次に、ねえー、関西空港から上海こちらブリティシャース9000マイルのところがジャルマイルだと2万1000マイルぐらいになるっていう感じですね、えー、次関西、上海のビジネスクラスだと1万6500アビオスこちらジャルマイルだと3万3000マイルっていうふうになりますので っていう感じで短距離のねエコノミークラスビジネスクラスですねこのブリティッシュアスのねアビオスっていうのはかなり必要マイル数が少ないので こういう利用の仕方はですね、かなりいいかなっていう風になります。いかがだったでしょうか今回は、ブリティッシュエアウェイズの、えー、ボーナスバイマイルキャンペーンをね、紹介させていただきましたけども、まあ、今回ね、こちらはまあ50%ボーナスっていうことで、まあ、先日ね、あの、ユナイテッド航空のバイマイルキャンペーンがですね、100%ボーナスっていう風にね、かなり高い数字をね、出してきましたので、まあちょっとね、うーん、 あの、ユナイテッド航空にね、気持ちが向いちゃうなっていう感じですよね。まあ、ステータスをね、あの、スターアライアンスではなく、ワンワールドで持っている方はね、まあ、こっちが優先になるかなと思うんですけども、ちょっと正直言うとね、75%ぐらいね、欲しいかなっていうところはありますよね。で、ちなみになんですけども、昨年ね、この、ブリティッシュアウェイズのね、アビオスっていうのは、 結構お祭り騒ぎぐらいになったんですけども、東京ロンドンのね、エコノミークラス、本来ね、19,500マイルで、えー、片道のところはですね、半額マイルキャンペーンみたいなのがありまして、片道ね、9,750マイルだったかな、そのぐらいのマイル数で、 あの、東京からね、ロンドン行けるキャンペーンとかもね、あったんですよね。これね、往復でも2万マイル切りますんで、まあ、それでね、ヨーロッパまで行けるってかなりすごいじゃないですか。まあ、それを聞いてですね、私もちょっと2万マイルぐらいはね、 あのー、このブリティシアウェスのアビオスね、あのー、マイル持っておこうかなって思った次第なんですよね、えー。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が気になった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。